東北フリーブレイズは東北地方を拠点にアジアリーグアイスホッケーに所属するアイスホッケーのクラブチームである。試合前の様子チームの所在地であるスーパースポーツゼビオピアドゥハチノヘテン2008年10月発足。福島県郡山市に本社を置くゼビオホールディングスの子会社のクロススポーツマーケティング株式会社が100%出資している。 東北アイスホッケークラブ株式会社が運営を行う。運営会社の所在地は郡山市であるが、チームの所在地は青森県八戸市のスーパースポーツゼビオピアドゥー、八戸店内にあり、テクノルアイスパークがホームリンクである。主催試合は東北各地で行い、東北全体をフランチャイズに位置づける。福島県のクラブチーム X ユナイテッド所属の選手。 大学卒業予定者、郡山市のバンダイアタミアイスアリーナで行われたトライアウトの合格者などでチームが設立された。2009年以降のアジアリーグアイスホッケー参戦を目指し、日本アイスホッケー連盟の推薦を得たが、実力面を理由に結論は先送りされた。しかし、2008から2009年シーズンを最後に西部、プリンスラビッツが廃部となり、 チーム数が減少したことなどもあり、戦力強化を要望事項として、2009年4月13日、アジアリーグアイスホッケーオフィスから2009から2010年シーズン参入の基本合意がなされた。基本合意を受け、2009年8月までに、西部を含むたチームからの移籍選手、コーチ、新外国人選手を獲得、新規参入の体制が整い、9月4日、 アジアリーグアイスホッケー2009の2010年シーズン総会で正式に参入が決まった。チーム応援団長にはゼビオ子会社である清志良さん、株式会社の専務取締役である杉浦茂樹が任命された。2010から11シーズンはプレーオフ決勝に進出を果たすが、東北地方太平洋沖地震の影響により、決勝戦が中止。 安ハ春ラと同順位でありながらも悲願の初優勝を達成した。2011から2012シーズンはシーズン序盤から出遅れ優勝から一転プレイオフ進出にも至らなかった。2012から2013シーズンは序盤から順調に勝ち星を積み上げレギュラーリーグを2位でフィニッシュ。プレイオフではセミファイナルで日本選手クレインズを下し、 ファイナルではこのシーズンで断突の強さを見せ、レギュラーリーグ1位となっていた、ジーイーグルスに3勝1敗で勝ち、悲願のアジアリーグ単独優勝を果たした。2014年12月7日、第82回全日本アイスホッケー選手権、大会決勝で、HC 栃木日光、アイスバックスと対戦。試合時間残り17秒で同点に追いつかれ、 延長戦の末2から3で敗れ初優勝を逃した。試合後の表彰式で、橋本道夫と河合拓馬の2選手が、対戦相手との握手を拒否、式中に準優勝メダルを首から外す、会場から退場した直後にメダルを捨てるなど、不適切な態度を取ったとして、準優勝を返上すると発表した。2選手は次の公式戦となる、アジアリーグ1試合出場停止、 社長にも言報を犯した。大会運営委員会、日本アイスホッケー連盟から準優勝返上は、比例に当たるとして、準優勝返上の撤回を求められていたが、12月25日になり準優勝返上の撤回を表明した。2014から15シーズンは、プレーオフ決勝でアミオ・ハルラと対戦した。なお、4シーズン前の同率優勝以来の顔合わせとなった。 その結果、3連勝して安ハ春らを破り、2シーズンぶり3度目の優勝を果たした。2017年12月17日、第85回全日本アイスホッケー選手権、大会決勝でジーイーグルスを破り、初優勝を果たした。2020年4月、ゼビオグループが建設に関与したフラット8の部が、竣工し、新ホームリンクとして使用される予定。 チーム名のフリーブレイズには表情を自由自在にかけるなどの意味を込められている。チームカラーはブリザードシルバーでウィングのカラーの基調となっている。ロゴカラーのブルーはそのウィングがかける空を表し、フチドルグリーンは東北の豊かな自然を表す。ロゴは3種類あり、トップチーム用の大きな羽を広げたものと、ファングッズ、標準仕様のクラブロゴ、ジュニア向け。 ジュニアチームに採用予定のジュニアロゴがラインナップされている。これまでの企業をチームのように母体の一企業、あるいはその関連企業の正社員、あるいは契約社員とするのではなく、フリーブレーズから地元の企業に選手を正社員や契約社員として派遣して、試合や練習がない日はそこに勤務しながら、チームの活動に取り組むという方式を採用している。ジュミ ないわ、リーグ参加チーム数、ゴールキーパーディフェンダーフォワード。ありがとうございます。